変わって12日午前0時になりました。ミーニュースをお伝えします。八百井島の砂浜に大量のハンバーガーが仕上げられているのを近くに住む5人船屋さんが発見しました。5人船屋さんはどうせならお金が流れてくればよかったのにとその時の様子を語っていました。なお安全確認のため砂浜は現在立ち入り禁止になっています。マジのミーに聞きました。なんだかワクワクしますね。私だったら耐えられないです。はい、0時のミーニュース、パスオカがお伝えしました。